教員の仕事の魅力は子どもたちの成長をサポートできるところだと思います。そしてサポートをした結果、子どもたちが最高の笑顔を見せてくれるところが魅力だと思います。そのためにも教科書通りの授業を行うのではなくて、日々の関わり合いの中から教え方を工夫していきたいです。電車通学だったので、電車に乗っている時に参考書を開いて学んだことの復習をしました。また模試は必ず見直し、解き直しをして二度と間違えないように勉強しました。そして参考書に印をつけてポイントを書き込むようにしました。小学校ボランティアに力を入れてきました。ゼミで行っていた小学校以外にも、教育実習先でお世話になった小学校や富山県の小学校にもボランティアに行っていました。その時に子どもたちと関わるだけではなくて、先生の授業の仕方を学んだり、先生の仕事のお手伝いをして授業のスキルと心構えを学ぶことができました。教員を目指している友達と一緒に勉強ができるところだと思います。また大学1年生の時から計画的に勉強を進めていくことで、自分の夢を達成できるところだと思います。私にとって小学校は安心して発言でき、私の居場所でした。そのような場を作ってくれた恩師に憧れたのがきっかけです。さらに教育実習では、私との関わりの中で子どもたちが分かったって言った瞬間の感動が忘れられず、子どもたちの成長に関わっていきたいと強く感じました。子どもたちの成長を間近に見守れるということはもちろんですが、私の関わりで子どもたちが成長できるということが一番の魅力だと感じています。私は子どもたちにたくさんのことに挑戦してもらいたいと思っています。そのためには失敗できる、安心できる環境が必要だと思っています。子どもたちがこのクラスは私の居場所だなって思えるような環境を私が作っていきたいと思っています。何事にも挑戦してみようっていう思いから語学研修に取り組みました。アイルランドに1ヶ月間行ったのですが、初めはとても不安でした。ですがやってみようっていう気持ちから積極的になることで自分に自信を持てるようになりました。このような経験で子どもたちの成長することに背中を押せるような教師になりたいと考えています。友達の存在だと思います。辛いことや苦しいことがたくさんありましたが、友達も頑張っているんだと思うことで自分も一生懸命頑張ることができました。またいろいろな人に感謝をすることだと思います。辛いことがあるときにはなかなか自分を支えてくれる存在に気づきませんでしたが、合格したときに自分のことのように喜んでくれる人の多さに驚きました。感謝の気持ちを忘れずにいきたいと思っています。金沢青陵大学はボランティアや多学年の人の交流など、交流から学ぶ機会が多いです。この大学で様々なことにチャレンジして夢に向かって大きく成長してください。